グレコとはギリシャが起源ではないかと言われている一連のイタリアのワイン用ブドウ品種である。この故障は白ブドウ品種やグレコビアンコなどにも黒ブドウ品種にも用いられている。グレコネロの栽培に用いられている面積の方が大きいがグレコの呼び名が指すものとして最も一般的なのは白ブドウ品種の方である。グレコ種はカンパーニャ州では 証付き統制原産地故障認定ワインであるグレコリトゥーフォの生産に用いられている。カラブリア州ではグレコビアンコ種が原産地統制故障認定ワインであるグレコニビアンコの生産に用いられている。時としてグレコという名称はギリシャが起源だと考えられている複数の品種、最も有名なものではトレッピアーノなどの別名として用いられることがある。 イタリア南部にギリシャ人が植民地を建設していた時代、入植者たちは新たなブドウ品種を持ち込んできたが、もしかしたらその中にグレコの祖先にあたるブドウの木が含まれていたのかもしれない。一連のグレコ氏の祖先となるブドウは2500年以上前にギリシャ人入植者によってイタリア南部にもたらされたのではないかと言われている。歴史家や生産者たちは このブドウが古代ローマの、いわゆるカルトワインにあたるファレルヌムやアミネウムと根性されていたかもしれないと推測している。この品種がイタリア各地に広まっていくにつれ、グレコの名称は歴史的にギリシャと関係がありそうないくつかの品種に対して用いられるようになった。グレコがいくつかの枝代わり種を持つ単一の品種であるのか、それとも 複数の品種をグレコの名で一括りにしているのかについては、武道品種学者たちの間でも見解が分かれている。また、イタリアのいわゆるギリシャ系武道のうち、現在ギリシャで栽培されているものがあるのかどうかについても見解の一致を見ていない。第二次世界大戦後、多くのイタリア南部の武道品種と同様、グレコの命運も危うくなった。 戦時中のブドウ園の荒廃と並んで、イタリアのブドウ農家が農業から海外や都市部の都市型産業へと大量に移ったことによって、同地域のブドウ栽培が全体的に衰退する時期が到来したのである。植栽が減少しブドウ園が掘り返されていく中で、多くの品種が絶滅の瀬戸際に立たされた。家族単位のワイン生産者の努力や、 ピエロ・マストロ・ベラルディの主導の悲偽装プロジェクトといったワイン醸造の文化財事業のおかげでイタリア南部におけるグレコ種は生き残ることができた。21世紀初頭に行われた DNA 型鑑定の結果、イタリアにおいてグレコの名で栽培されているものは遺伝子的にアスプリーニョと同一であることが確認された。2005年に行われた DNA 型鑑定によって グレコビアンコの名を関する品種のうち、少なくとも別名グレコディジェラーチェもしくはグレコディビアンコと呼ばれるものは遺伝子的にマルバジーアデッテリーパリと同一種であると発表された。ただし、名称がグレコビアンコで始まる別名を持つブドウは少なくとも4つは、ある上、グレコディビアンコ DOC の地元、カラブリア州ビアンコでは、この研究結果に異論を唱えるものもおり、すべての グレコビアンコがマルバジーアデッテリーパリであるかは不明である。イタリアのカンパーニャ州はグレコディトゥーフォー DOCG が生産されている地域である。グレコ州はブドウ樹の成長周期において果実の成熟する時期が非常に遅い傾向があり、ブドウ栽培する上ではベトヤマイアウドンコ病の害を被りがちである。ブドウ品種学者はこのブドウを見分ける際、特徴的な着方を持つ。 カボに注目する。果実は成熟すると黄金がかった灰色になる。この果実に含まれるフェノール化合物のおかげで、ワインの色は特有の深みを増す。グレコのワインは、豊かなアロマが特徴であり、ジャンシス・ロビンソンなどのワイン専門家の中には、どこかビオニエに似た香りと評するものもいる。一般的にこのブドウと結びつきのあるアロマとしては、桃や若葉などがある。グレコのワインは、 熟成が進むとハーブの香りが現れることがある。グレコが最も広く見受けられるのはイタリア南部でいくつかの DOC 認定ワインの主要品種になっている。2006年の時点での栽培面積は1000ヘクタールに上る。カラブリア州では枝変わり種のグレコビアンコが甘口のデザートワインであるグレコビアンコを作るのに使用されており、 収穫後半乾燥させたブドウから一部パッシーと方式を用いて製造される。カプリ島では、グレコは通常ビアンコレッラやファランギーナとブレンドされ、辛口のワインを作る。プッテア州では、グラビーナ DOC のブレンドに使用することが、許されている。カンパーニア州では、アベッディーノ県トゥーフォの町周辺で生産される、DOCG 認定ワイン。 グレコィトゥーフォの主要品種となっている。また、ベスビオ産の斜面で生産されているラクリマクリスティにブレンドすることも認められている。アベルサ DOC におけるアスプリーニョの収穫の様子。収穫には熟練した作業員が当たる。以前は、グレコとアスプリーニョは別の品種と考えられていたが、2000年に DNA 型鑑定によって遺伝子的に同一種であると判明した。 しかしながら、ボウの形状が異なるだけでなく、幸い方にも、両者の違いが見られる。特にアスプリーニョの伝統的な仕立て方である。アルベラータは、高さ30メートルに及ぶ菓子の高木を支柱として、カーテン状に枝を這わせるものである。収穫は、細い木製の梯子をかけて、行うため、危険が伴う。グレコが主体となっている、DOCG 認定地域は2つであるが、 ブレンドの一部として認められている DOC 認定地域であれば、イタリア南部にいくつか存在する。カンパーニア州のグレコディトゥーホォ・ DOCG は、フィアーノ・ディアベリーの DOCG の北側に位置し、トゥーホォの町のほか丘陵地にある7つのコムーニを含む。この地域は2003年に DOCG に昇格した。グレコディトゥーホォの広さは、 フィアーノ・ディアベッリーノの3分の1に過ぎないが、DOCG 認定の高品質ワインの生産量は、カンパーニャ州で最大である。この地域のブドウ畑の土壌は、火山灰から形成された、業界岩が元となっており、トゥーホという町名もそこから取られている。同地域のすべての DOCG 認定ワインは85%以上がグレコでなければならず。 ブレンドの残りの部分は大抵、コーダディボルペが占める。マスター・オブ・ワインのメアディ・ユーイング・マリガンによると、グレコ・ディ・トゥーフォのワインは通常収穫年から3、4年後に飲み頃を迎え、U20 年から12年は熟成を続けるだけの力があるという。発泡性であるスプマンテの製法も認められている。カラブリア州のグレコ・ディ・ビアンコ・ D.O.C. は、イタリア半島のつま先における イオニア海側の沿岸部、ビアンコの町の周囲一帯に位置する。使用するブドウ品種はグレコビアンコで95%以上を占める。これは、半乾燥させたブドウから作られるデザートワイン的なもので、アルコール度数は17%以上なければいけない。このワインの特徴としては、暗い琥珀色を帯び、柑橘類やハーブのアロマを持つ。ブドウの収穫量は1ヘクタールあたり、 最大10トンまでに制限されている。ワイン専門家のピーターソー・オンダーズによると、グレコ・ディビアンコは最高のイタリア産デザートワインの一つと評されることが多いという。グレコはマルバジーヤとブレンドされることが多い。グレコの使用が認められている。その他の DOC 認定地域は以下の通りである。カラブリア州はイタリアのつま先にあたる。 グレコネロ種のほとんどはここで栽培されている。グレコ種の中では赤ワイン用の品種となるグレコネロは全グレコ種のうちイタリア国内での栽培面積が最も広く推計3200ヘクタールに達する。大概のグレコネロはカラブリア州で見かけられるものでありガリオッポとブレンドされることが多い。グレコネロの使用を認めている DOC 認定地域には以下のようなものがある。 ありがとうございます。